ハッピーバースデートゥーユー翔先輩。いや、君のために今日このケーキを今用意してきたんだけど、これもらってくれる？はい、欲しい。今急いで準備してきたんだけど、ちょっとこれ食べてくれる？食べたい。何これ？あ、しゅうせばハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。これやばいんだけど。今書いたの、これうまくないですか？2秒くらいで書いたんですよ。しばの先輩がじゃあねっていうちょっと前に、確か2秒ぐらい、それは才能ある、それは才能ある、2秒ぐらいでそうそう書いてきたんですけど、割とそれにしてはね、かなり上手にできたんじゃないかなって私は思うんですけど、これやばいよ。お誕生日おめでとうございますよ。ルシアちゃんに聞きたいんだけどさ、しおんと行きたいところどこ？行きたいところ？今度遊ぼうって言ったじゃないですか、家で。忘れたんですか、しおん先輩。嘘でしょ。覚えてたんだ。ねえ、覚えてたよ、それ。ええ、何？ルシアさん、しおん先輩に来てもらってコーディネートしてもらおうかなって思ったんですけど。いや、いつ行ってんの？いつ行ってんの？いつでも、もう今、この後でもいいですよ。この後でもいいですよ。住所送っといて、ピンポン押しに行くから。ほんと？じゃあ住所を書いときますね。書いときます。住所この後じゃめっちゃ書いとくんで、ちょっとさらせないで気をつけてくださいね、しゅう先輩ね。何か分かってないよ。絶対来てくれる？忘れないでよ、ほんとに絶対忘れないでよ。マジで圧がすごい。今日この圧がすごいんだって。今これ残るからね、この配信ね。絶対残しとくから、絶対。お疲れ様です。お誕生日おめでとうございます。ママー。産んだ覚えないが。ママー。ノエフレの子です。ママー。双子だったもしかして、アッコ先輩だ。待って、あいつも子供なんか？そう、アックちゃんだから、アックちゃん。ちょっとママ浮気。浮気ではないです。ママー。聞こえました。今ね、しおんちゃん大好きだよ、愛してるって言ってたんですけど。うるさい。何やめてちょっともう一回やり直すわ、最初から。しおんちゃん大好き。もう一回言って。ちょっと他の女に手出しすぎなんだよってか、待たせすぎなんだよ。一個同じ。しおんちゃんのこと大好き、あたし。って言ってたじゃん、もう。そんなんじゃない。言っちゃってたじゃん。何その、もう本当にさ、もうおかゆ船長。いや、おかゆはしおんにラブレターをくれたんだよ。ほら、何？そこにもとどまらずね、何人かの女と。どういうことなんだよ、マジで。嫉妬ですか？嫉妬じゃないわよ。本当にもうこれ怒ってんのよ。なんで怒られてんの？はい。しおんちゃん、しおんちゃん、今日はお誕生日おめでとう。しおんちゃんはいつもおかゆとか船長とかに好き好きって言ってるけど、本当は私のこと大好きなの、分かってるよ。しおんちゃんは私が5歳って言うとすぐ6歳って言うし、ツイッターのレビューはしおんちゃんの方が早いとか言うけど、私の誕生日は12月1日。つまり私がお姉ちゃんです。これからもよろしくね。アクアより。なんかさ、ここに書いてある文章と違うけど、なんかなん一言一句同じ。気持ちは同じだよ。長かったくない？気持ちは同じだよ。これ何？これ何？すごい同じ。これは何？この絵は。これ私にひねり潰されてるしおんちゃん。あね、本当だ。なんかいじめられてるアンパンチみたいなので。いじめられてる。ありがとう。ちゃんと飾ってね、額縁に。ちゃんと毎日飾っといたね。コメント欄の隣に飾っといて、ちゃんと。ああ、なるほどね。よろしくね、ちゃんと飾っといてね。お誕生日終わり、あと30秒。やばい、ほんと来るよ。来るよ。マリンおかゆいただきました。マリンおかゆいただきます。こここ大好き。